チャールズ・デュークは、アメリカ空軍の巡将、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。これまで月面を歩いた12人のうちで最も若い。デュークは、ノースカロライナ州シャーロットで生まれ、サウスカロライナ州ランカスターのランカスター高校に、通った。1953年には、フロリダ州セント・ピーターズバーグのアドミラル・ファラゴット。 アカデミーを卒業生総代として卒業した。イーグルスカウトにも参加していた。1957年に海軍兵学校で海軍科学の学士号を取り、1964年にマサチューセッツ工科大学で航空工学の修士号を取得した。2008年10月2日、ドイツでの講演デュークは1957年に海軍兵学校を卒業すると、 アメリカ空軍に入隊し、ジョージア州のスペンス空軍基地で訓練を受けた。その後、ウェブ空軍基地でも訓練を受け、1958年に終了した。その後、ムーディ空軍基地で、海マイナス86のさらに高度な訓練を受け、優秀な成績で終了した。この訓練の後、デュークはドイツのラムスタイン空軍基地で、溶撃機のパイロットとして3年間働いた。 彼は3632時間のジェット機を含む4147時間の飛行を経験した。1972年4月の月面での船外活動アメリカ空軍テストパイロット学校を1965年9月に卒業した後、デュークは回 -101 回 -104T-33 の指導教官として止まった。 1966年4月、彼は NASA の5度目の宇宙飛行士候補19人の中に選ばれた。1969年、デュークはアポロ10号の支援上院に選ばれた。初めて月を訪れたアポロ11号では更進担当官を務め、彼の目立つ南部アメリカ英語が世界中に放送された。アポロ13号ではデュークは 月着陸船パイロットの交代要員を務める予定だったが、ミッションの直前に友人の子供から風疹を移されてしまい、不注意で乗組員にも移してしまった。県マッティングリーだけが免疫を持っていなかったため、ジャックス・アイガートが代わりを務めた。マッティングリーは後にデュークの初飛行となるアポロ16号で司令船操縦士を務めた。デュークは1972年に アポロ16号の月着陸船パイロットとなった。この飛行で彼とジョン・ヤングは3回の船外活動を行い、デュークは月面を歩いた10人目の人物となった。デュークはアポロ17号でも月着陸船の予備乗員を務めた。彼は21時間28分の船外活動を含む計265時間宇宙に滞在した。2009年2月デュークは帰婚で、 二人の子供と九人の孫がいる。妻と共にテキサス州のニューブローンフェルズに住んでいる。趣味は狩り、釣り、読書、ゴルフである。デュークはアポロ16号の飛行の後にキリスト教徒になり、刑務所内の教会で活発に活動している。1998年のテレビ映画、フロムジアース、人類、月に立つでは、ジェイダウニングが演じている。また、 2007年の映画ザ・ブーンに描かれた宇宙飛行士の一人でもあり、最後の場面でアポロ計画陰謀論に対して俺たちは9回も月きに行っているんだ。もし嘘ならなんで同じ嘘を9回もつく必要がある。と語っている。1973年にサウスカロライナ大学から哲学の名誉博士号。1990年にフランシス・マリオン大学から 人文科学の名誉博士号を授与されている。その他にも多くの賞を受賞している。ありがとうございます。